久保さん久保さんも今回長かったじゃないですか、はい、まああのそんな感じですね <laughs> まあ結局そのどっちがいいかっていう話ですねうんどっちっていうまあタイトルどっちっていううん A さんは、えー、収入が低いと B さんは収入が高いどっちがいいですか どっちの人生がいいですかと収入が低いままの人生がいいのか収入が高くなる人生の方がいいのかどっちがいいですかとシンプルに収入が高い方がよくないですか <laughs> うんただその収入に関してはまあ僕は思うんですけど僕のライフスタイルですね僕のあなたのライフスタイルじゃないですよ僕のライフスタイルが満たされる収入があればいいんです 僕の主、あなたじゃないです。あなたのライフスタイル僕分かんないですから。あなたがどこを目指してるのか分かんないですじゃああなたから僕を見た場合、ここ家賃4万2千円なんですけど、なんだ4万2千円かと。そん,そんなんとこじゃなくてタワーマンションに住みたいと。それはあなたのライフスタイルなんで、じゃあそのタワーマンションに住むほど稼げばいいと思いますよね。そう。まあ、あのね、あの、この前、 もう1ヶ月ぐらい経っちゃったかな。早いですね、多分。あの、東京タワーが見える、小野里邸ですよね。<laughs> まあまあ、家賃高いですね。<laughs> ああ、すごかったですね。もう、成功者みたいなね。もうね、あのベッドからね、ベッドルームから東京タワーがね、もうね、おしゃれすぎるだろうっていうね。<laughs> だから、小野沢さんは、小野沢さんのライフスタイルがあって、そういうところに住みたいと。僕は、この田舎のね、田舎ですよ。 夜になるとシーンつってね。<laughs> ま部屋はいいんですよ。新築で建ってるとこなんで、結構僕はきに行ってるんですけど、田舎なんで。で、あやさんがそう来た時にね、<laughs> あの、霧島市のメインってどこなんですかみたいな。メインすかみたいな。メインここっすねって。メインここっすかみたいな <laughs>。なんかもう、なんか田舎なんで、なんかそのね、 散らばってて、そう、きり、あ、そうそう、あと、霧島し霧島駅みたいなのがないんですよ、ここ霧島なんですけど。霧島駅。多分ね、霧島駅ってないんですよ。うん、霧島駅がないんですよね。普通だったら、まあ、鹿児島中、鹿児島は駅あるんですね、鹿児島駅と。で、鹿児島中央駅っていうのがあって、鹿児島中央駅に関しては新幹線もとあの通ってるんで、すごく、まあまあ、お店もいっぱいあるんですよ。 新幹線がであるんでね。鹿児島駅もありますし、中央駅、新幹線も通ってると。だそこは開けてるんですよね。うん。だけど、霧島駅はなくてえ、霧島駅がないんですかみたいな。ないんですよ、みたいな。多分ね、おそらく霧島市って、まあ、ちょっと歴史を調べてないんで分かんないですけど、多分町と町がこう合併して霧島市になったんじゃないかなと思うんですね、霧島は。どうなんだろう、霧島って。 恐らく霧島市歴史霧島市の歴史、うん、やっぱ合併してますね2005年ですね2005年11月 7, 7日国武市とい何とか町何とか町何とか町、うん、66 6つの町が合併して誕生したらしいですね。うん。やっぱ合併したんですね。うん。そう。だから僕、田舎なんですよ。で、あやさん、そうそうそう、あやさんがね、そう、あの、あやさん、すごいですよ。あや <laughs> さんも月収2、300万稼いでる人なんですけど、あの、ビビったんですけど、まあ、その旅先でね、吉田さん、ちょっと、あの、ネットナイスみたいな。 どうしたんですかみたいな。いや、もう、あの、通信料パケット上限行きました、みたいな。いやあやさん、通信、パケット上限、なんぼ契約してるんですかみたいな。びっくりしたのが、いや、ネットビジネスマンですよ、一応ね。そネット、もほ、てかもう、もうほぼネットで生きてる人なんですよ。で、月収2、300万あるわけですよ。で、そんな人が契約してるね、 LINE モバイルのそのパケット容量がね、なんと1ギガっていうね。1ギガっすかみたいな。<laughs> 1? みたいな。え、1でようやってますねみたいな。で、それで、あの、2回ぐらいその、あの、旅先でその容量がね、あのなくなっちゃって追加で払ってね、<laughs> やってたんですけど、すごいっすよね。1をビビりましたね。1でやばないですかみたいな。<laughs> 1? みたいな。 マジかみたいな。でも、あやさんのライフスタイルはそれでいいんですよ。だあやさんが言ってたのが、いかにこの Wi-Fi のあるとこでしかやっ使ってないかっていうのはわかりますよね、みたいな。まあ、いろんな秘境とかね、山とか結構行ってた、回ってたんで、Wi-Fi ないとこもあるわけですよ。びっくりしましたね、僕は。う。<laughs> うん。まあ、人それぞれのライフスタイルがあるわけですよ。 だ2二三300万稼いでてもパケットより1ギガみたいなね <laughs>。まあ僕は無制限ですけど、ソフトバンクのやつで。うん。だからなんだろうな。自分がこう、こういう生き方をしたいって、いうね久保さんのテーマでもね、あなたはどんな生き方してますかみたいなね、ありますけども、その、自分のライフスタイルがあって、で、なおかつ、そのライフスタイルを満たす収入があると。でも、あやさんの場合は、あの、 他は別に使うわけですよ。あ、ここだと思う場合は別に使う、お金あるし使えるわけですよね。うん。だからなんだろうな。うん。これアドラー心理学でね、こういう話があって、結構その、もう、身勝手に生きるみたいな感じ、身勝手、まあ、いろんな捉え方がありますけども、このね、あの、鉄人がね、まあ、なんだ、若い子と鉄人のこのやり合いなんですよ。 嫌われる勇気ってこうね、嫌われる勇気200万部ぐらい売れてると思うんですけど、で鉄人、なんかね、その、あの、若者が鉄人に言うわけですよ。なんだろうな。あの、そんな自己中心的な生き方で本当にいいんですかみたいなね。そんなんいいんですかみたいなね。そんな自分勝手に生きていいんですかみたいな。まあ、そういう鉄人にね、なんか、ふっかけるわけですよで。鉄人が解くわけですよ。 自分の人生を自分がいな生きなければ誰があなたの人生を生きてくれるんですかみたいなもう,たもうすぐお風呂ですねまあ要はその選択の自由というかその子供が子供の話だったかな子供がなんかそのなんだ引きこもりになった時の時にそういう話になったんですけど その親の、親がそ、そそやんないとダメじゃないですか、みたいな。うん。親の責任でしょ、みたいな。うん。で、あ、その、鉄人は言うわけですよ。あの、まあ、子供が選択肢なんだそれでいいんじゃないみたいな。ただ、応援はすると。いつでも、あの、応援できる準備はしとく、みたいな。うん。それはなんか、教育を破棄してる、みたいな。なんか、なんか、そんなやり合いなんですけど。で、鉄人が言うわけですよね。 自分の人生を自分が生きなくて、誰が生きてくれるんですかと。うん。まあ、これがね、どっかの、ど、インドかどっかの教えにあるのかな。あなたの人生は誰が生きてるんですかみたいな。あなたでしょうと。あなたが決めたんだったら、それはあなたの人生なんだ、いいんじゃないみたいな。うん。誰もあなたの人生を生きてくれないよ、と。だあなたが選択するんだったら、それはいいんじゃないみたいな。だってあなたなんだから。っていうね。<laughs> もう極、極論なんですけどね。 極論っていうね。だってそうじゃないですか。久保さんの人生をあなたは生きてるんですか久保さんの人生をいあの生きてるんですか違いますよね。自分の人生を生きてるわけですよね。僕の人生は僕が生きてるわけですよ。でも多くの人は他人から影響されるわけですよ。で、影響され、僕もね、影響されますよ。だから最近はね、自分軸で結構生きてるので、まあ、影響からなんだ 影響から逆に言うと影響を与える側になる。影響を受ける側から影響を与える側になってるんですけど、うん、こういう生き方いいよねっていう話をして、うん、影響を与える側になってますけどね、うん。でも多くの人は影響を受けてると。あの人はこうだ、この人はこうだ、あの人、隣の芝生は青く見えるみたいなねあ。昨日だったかな一昨日だったかななんか僕、マレーシアにね、 まあ、あのコンサル生いるんですけど、よくそのマレーシアに住むね、まあコンサル生に言われるのが、他のコンサル生どうすかみたいなね。<laughs> 気になるんですよね。で、こうですよ、みたいな。あそうなんですね、みたいな。結構ね、どうなんですかって聞かれるんですよ。まあ今ねその、そのコンサル生は結構稼ぎ、稼ぎ始めてて、あの、もう多分、トータルで600万か700万くらい稼いでるかな。もうだいぶ仕組みもできていい感じなんですよ。で、そのコンサル入る前も、吉田さん、 あの30万1本売れましたみたいなねあのお風呂沸きましたねしたうんそうなんであのまあ人,はき人の目が気になるし人,の人から影響を受けるし、うん、多くの人はねでも自分を生きてるとあの周りがあんまり気にならなくなるんですよねだって自分に 集中してるからです。自分の人生に集中しているから、相手の人生とか興味なくなってくるんですよ。もう一度言いますね。自分の人生に全集中しているので、相手の人生があんまり気にならなくなるんですよ。自分はこうしたいっていうね。誰になんて言おうと、俺はこういう生き方だからっていうね。 でもその他者の影響をそこに入れちゃうと結局自分を生きてなくなっちゃうんですよ。他者の影響で生きてることになっちゃうんですね。かこう非常に難しくて。だから、えー、なんか、まあ極,極論というか僕はあの魔人ブーだったりとか、まあドラゴンボール好きなんですけど、魔人ブーだったりセルみたいなね、あのー、がいいんじゃないかなと思うんですよ。セルとか魔人ブーって、あの、ベジータとかね、強いやつをこう食うんですよ。飲み込むんですよ。 でこう強くくなってくるんですよねだから要はそのパワーその、そのいい話だったりとかね、いい影響を受けたら自分のものにしちゃうってことですね。だけど自分のものにできず、なんだろうな、う波を自分で乗るんじゃなくてね、波に乗らされてる感ですよね。そう波を自分で操って乗ってるのかう、波に乗らされてるのかっていう、これ結構ね、全然違うので、うーん。 な僕はイメージとしては、まあ、影響を受けるんだけど、それを自分のものにしてしまうってものですね。そうすると、まあ、自分がすごく生きやすいですね。うん。やっぱ、その、影響が受けない、100%影響が受けないっていうことは、まあ、うん、ないので。だって、まあ、久保さんも、僕、僕の言葉に影響されることもあるだろうし、 久保さん、久保さん限りなくね、他に影響を受ける人はいなくなってると思いますけど、少なくとも毎日やりとりしてますから、吉谷さん、僕に少し影響を受ける部分もあるでしょう。で僕も久保さんに影響を受ける部分もあるわけでしょう。だけど、これはね、すごくね、この、なんだろうな、関係性が非常に良くてですね、そう。影響はするけど依存はしないっていうね。影響は、影響を受けるけど依存もせず、それを使えるっていうね。 久保哲郎を使えるし、久保さんは吉谷拓郎を使えるし、<laughs> だからロ、ロを使い回すっていうね。なんかこの、なんだろうな。この不思議な関係ですよね。うん。そう、うん。まあ、いろいろ申し上げましたけど、なんだっけな。どっちがいいってことですね。結論。シンプルに。どっちの人生がいいですかというところでございます。いってらっしゃい。